成12年新水、ヤマハの DW20 を紹介していきます。看板もぐらつき等なくしっかり活用できると思います。バウデッキ下には、小物類が格納されておりました。ライフジャケットやロープがあります。釣りがしやすい広いデッキになってます。船体、2箇所ハッチ開けました。ともにイケスではございますが、左舷側は収納庫として今ライフジャケットを格納されておりました。両色等点灯確認いたしました。公開灯の方もありますが、玉切れですね。今玉切れしてます。船体は特に分厚くところもなく綺麗な状態です。無駄な水穴等もしっかりございません。組んでありまして三角テントですね、立てれるように。